はいどうも、アイラブユーチューブ、エミヤンです。また母親の施設をゼロから探すというね、活動なんですね。これを手書きするのがめんどくせんだ。ね、父親の分と母親の分。うん、ね、これやったからつって、入れないよ。1年待ちとかね。長いと3年待ち。それは介護度による。ね、特養という一番安い、そういった施設に入るには、あ平気で2、3年待っちゃう。 要介護3以上。3、4、5の人が応募できる。でも、なかなか引っかからない。でも、俺は分かった。どうやったらここに入れる方法、俺は見つけた気がする。なるほどな。こういう手があるかね。でも、それはここで公開しない。えー、邪魔されちゃうからね、うん。うちの母親は要介護4、親父は5。親父の方が介護大変ですよ。でも、 動かないから、要介護三ぐらいだと、やや元気で、動き回ったりする。ね椅子から、ベッドから落ちちゃったりとか、か手間がかかんないね。でも俺の親父ぐらい、もうほとんど置物ですってね。えー、ね動きません。あれは介護しやすいよね。うん、要介護三ぐらいが一番めんどくせいらしいあ。要介護5になると、まあ、施設の方もどん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 、うん、取ってくれるらしいんだよね。うん で、要介護5あっても、普通に順番待ちをしてたら、1年待ち、2年待ち、ザラにあるんだって。ね。でもそんな待ってらんねえじゃん、俺は。うんね、だから、うまいことやんなきゃいけない。でも、そのうまいことやる方法は、この動画では言わない。あるけどね。うん、あるけどね。うん。とにかく、俺は、いろいろ探す。試してみる。ね、これなんだっけ何の ATM だっけああ、これか。12月は、ああ、妻たちが2週間、 日本に来て、その間、あ母親を一週間ぐらいかな、いろいろ預けたんだよね。それによってかかる費用。ね、なんだかんだいろいろかかって、9万6千何百円。高い、安くないよ。ね、なんでもかかるようかな、お金が。俺が払わなきゃいけねえってのはね、なんで俺がこれ、日本で10万円稼げって大変だよ。 コ、ね、ストコで10万稼ごうと思ったら結構だよ相当な労力、ね、でもさアルバイトしてよかったなと思うんだけどやっぱこの年齢になってから誰かに何かを教わって、えー、全然20個以上年の離れた人に頭下げて、ね「すいませんでした」とかね謝るっていうそういう経験でなかなかできないからねうついつい横柄になってねふんぞり返っちゃうんだけどよかった。 こういうさ、お釣り、もう、一瞬で使っちゃうよね。あ、うん、あ、お金だ、っつって、どっかラーメン屋とか行って、もうすぐ使っちゃう。うん、だ相当、12月とかかなり使ってると思うんだよな。全体で。うん、どれくらいだろう。この半年で俺、いくら、いくら散在してんだろうな。 でもそれを妻,の妻もねあいつもあいつで相当使うよなただ使っただけの喜びを得てんのかな俺なんかマジね自分一人だったらマジ全然たまに焼き肉食ったりねラーメン食ったりたまにじゃないがそれぐらいだよな関の山だよねはいはいはいラーメンね特別な 最近はね、すげえ、ラーメン屋の友達がたくさんできて、いろいろ教えてもらえるんだわ。これよかったわ。やっぱね、教えてもらうってでかいよね。うん。頭の中で考えてて、でもね、どこで手抜いていいか分かんない。手を抜くっていうのは難しいよね。あ、ここはこういう方法で、ここはこんな感じで手抜いちゃっていいのかっていう。何でも真剣に全部100%でやろうとすると、行動力がね、なくなっちゃう。どっかやっぱ、 ねえ、六十60%ぐらいの力で、えー、マジギャグ半分で生きてないと、ね、失敗を恐れちゃって何もできなくなっちゃうね、ん。で、教わったことはとにかくすぐやる。ね一度やってみる。うん、寝かさない、うん。俺はそういうタイプ。こんな調理法あるよ、とかっつって。それもすぐやる、うん。で、一生懸命やる。うん、なるほどな、つって。一生懸命、これやるから、次会ったときに、 やってみたんですけどさつねあれああじゃないですかつって <laughs> <ねえ笑>でこれやってむずいじゃんってなんか片方だけやってくるくるそんな簡単にいかないよね全然うまくいかないこの時間によってあのラーメン屋の若いニーチんに対するリスペクトがね高まってんだわできねえじゃん俺つってねできねえんだわできそうでしょみんないやできるでしょいやできねえんだ何か間違ってんだなんか聞き間違いしてんだ うん、ただただね網ですくってあれさ、ね、ちゃんとこう、ね、折りたたむように綺麗にポンポンポンってなんつうだろう、うん、ね折りたたむってのはむずいんだただすくい上げてジャッジャッってやるのはさそれはできるよ、うん、それはできるよ、うんねうん、むずいよむずいよ、うんうん、これかれこれ1時間ぐらいやったかなねでもできれんだなんか間違ってんだ まあね、チェーンマイ帰ったらまたラーメン屋やって、ね、いろいろやって、居酒屋もやって、うん、いろいろやればいいんだよね。そうこうしてるうちに死ぬから。うん、岩崎弥太郎とか、ね、うん、すごいよ。水、水、水菱財閥、うん、ね、土佐藩の、合士から、あね、いろいろ、でも、うん、あれあっけない死に方してんなって、うん。そう、あっけなく死ぬのよ。うん、道半ばなのよ。だから、実は、成功、 が楽しいんじゃなくて、成功に、要は、明日は今日より良くなるよねっていう、その感覚が、俺たちは幸せと呼び、えー、だからね、俺はもう常々最近言うけど、とにかく日本のこの社会は、あいい人、いい人たくさんいる。でも、根底的には、根底的にはお金負けしてんだよね。根底的には。うん、ね。だから、当たりさえのないおんちゃらみたいな言葉しか吐けなくなっちゃって。 逆に、えー、なんかちょっと突拍子もないことを言ってる人間が叩かれちゃうんだけど、ね、そこに負けない勇気をね、持ちましょう。で、負けないためにはどういう要素が必要かっつったら、ね、人の良さだね。気立ての良さだね、えー。気立ての良さ。明るいよ。優しいよ。えー、思いやりあるよ、ね。人の立場に立って物事が考えられるよっていう、その能力を、ねえ、えー 鍛えづらい世の中になってんな。じゃあどうやんのこうやって網でタオルでやるわけですよ。うん、やるとどうなんのつっと教えてくれた人に対するリスペクトが増すんですよ。あの兄さんこれやってたんだなつって。うん、すごい人だ、つって、うん。ね、20も30も年違うけど。そんでね、うん、そのラーメンショップの大将が言うには、いや、タオルなんかでやってもダメだ、つって。 全然ダメだよ。え、ダメなんですかつって。なんでダメなんですかだってさ、よく考えてみ。タオルと、ね、ラーメンの麺は違うでしょいや、それは違うよ。違うでしょ違うかは、違うか全然別物はダメなんだよ。いや、ラーメン屋のね、親父がどういう知性をしててもいいんだけど、ね、それ言っちゃったら、ね、元も子もねえし、ベストキッドをね、ワックスがけと空手が違うから、つってね、それ言っちゃったらドラマにならないんですよ。うーん、ね。 ワックス塗る。ワックス取る。ね気づいたら強くなってました。俺もできるよ。ほら、見てみて。ね腕っぷし。ね、うん、俺さ、マッスルメモリーってのがあって、多分相当筋肉が覚えてんだよね。昔のガチガチの時。ちょっと運動するとすぐ、うん、昔の体に戻れるっていうね。うん、だ若い時にある程度ガチガチに筋トレしとくと、年取ってから楽だよね。うん、心の余裕。 ね喧嘩売られても、いやいや、お前、2週間ぐらい筋トレしたら、ねお前ほんまじ、ぶん、ね、殴ったら死ぬぞという、それぐらい力戻せるぞという、そのお安定感の中で、ねえー、気楽に来てるんですよ。できないよ、これ。やってみ、えー、平猿買ってやってみねえー、これ21センチの平ざるもらってきた。ね、えー、お店には内緒ですよ、とかですね、うん。余ってる平ざるもらってきて、ね、いやー、むずいんだ。 簡単じゃねえよ。う、うん。じれったいでしょ。じれったいっつね。あ、悪わ悪るわる、うん。何この動画。何だったの ?I love youtube.mrs. またね。